障害のある子どもたちが生きるということはどういうことなんだろう。娘ですか。なんでしょうね。もう一種の専用ですよね。もう何も本人してないんですよ。楽しそうに歩いてただけなんですけど。子供のできることを見つけて、できることをさせて、できたことを喜んであげるということが非常に子供のサポートの上では大事であるということがだんだん気がついてきたということなんですね。